どうも皆さんこんにちはこんばんは。ということで今回もですねドラゴンクエスト6のスーパーファミコンバンドボンの実況プレイ続きやっていきたいなと、思いますね。ですねちょっと動画外で違うこと僕してるじゃないですか。モンスターちょっと集めたりとか、まあ生放送で やってますやりますみたいなこと言ってたんで、ちょっとやってた戻ってきたらですね、テリーさんいないということで、まあいいでしょう。の代わりにじゃじゃん一人増えたね。ちょっと待って正面ブスやな。こんななんだ。ということで他のねモンスター狙ってたんですが、ちょっとスミスさんゲットということで、いやーいいですね素晴らしいですね。どんどん増やしていきたいなと思います。その代わりですね一人ちょっといませんが、まあ仕方ないでしょう。モンスターもですねなんと、いろいろ調べて分かったんです、教えてもらったんですが、生放送でも、教えてもらったんですが、なんとですね、いろんな勇者にもなれるとかいろいろありまして、なのでなんかねスラリンとか育てていったらなんかねなベホマツンだっけ、なんかわかんない、なんかすごくなるらしいということで、楽しみ要素がちょっとあるんで、まあこのメインの動画以外でですね生放送でまあぼちぼちとこっちもやっていこうかななんて思っております。まあ興味のある方はちょっと生放送見てくださいということで、まあいきましょう。さあ早速ですね、アモさんでしたっけ、アモさんがルイダにいます。ただねまあいいや、まあまあそれはいいや。なんか18匹仲間になるんですけど、なんか15匹ぐらいしかあれなんで、最後ね2匹ぐらい捨てなきゃいけないだって分かんない。で今のところ何が強いのか分からないんで、まあまあちょっと楽しんでいこうかなと。これ DS 版にはこれがないということで、いやこれ素晴らしいね。ということで、あここはアークボルト城、お前たちも強そうなのさあ入るがよい。まああれだな、ハッサンの出会いに近いよな、ハッサンとの出会いに。さすがにこれでボス戦は無理でしょ、まだ弱いな。お前でも結構上がったでしょ、15とか14とか。まあまあ馬車だ、馬車。あなたたちも町の盾札を見てこの城にやってきたのですか。そうですか、しかし我が王は本当に強い者しか終わり。まあ大丈夫、俺は強いっしょ。ちょっと一回寝るか、寝ましょう。アモスさんがですね、もうちょっと今ルイーダにいます。ルイーダに申し訳ないんですが、なんかねこのなんか今これ満タンだと思うんだけど、満タン以上だとなんかね乗れないから、あのなんだっけ逃げちゃうんだかなんからしいの、よくわかんないんだけど、なんだっけブラックバスト吸ってるのと一緒、俺釣り全くやらないけど、まあ釣った後にリリースするような形になっちゃうらしいから。拙者修行の旅だ、この城の兵士伏せに負けるとは。なんだ待った、これ戦うな、待った、やめた、分かったぞ、これ戦うことにならない、やばい、なんか戦うな。よし、これやめよう。じゃあメンバーチェンジしとこう。死ぬぞ。せっかくお金も貯まってきたのに作戦変更です。危ないです、これ。並び替えましょう。並び替えです、ハッサン。どうしよっかな。ミレーユー、チャモロで OK。まあいいや、これでいこう。いきます。これでいいでしょう。ゲントの杖、誰持ってんだっけ？これ戦うことになるな。これさ、なんかさ、まあいいや、行こう。先進もう。教会です。話を聞いて、これダンジョン行くんじゃなかったっけな。風の噂では武道という魔王が倒されたと聞いたが、魔物はまだ消えておらん。この城の兵士たちもあちこちで魔物退治を行っておるのじゃ。だから私はこうして神様に彼らの部長になんていいおばあちゃんなんだ。あっちに何かあるね。なんかあるね。あれは2階か。2階なので、ちょっと、あ、武器売って。よし、いいね、買います。さあもう2がバトルアックス3139。いやー、青さん強いな、すげえ。モコモン装備できんだけど、モコモン、いやマジかよ、もファーラットだぜ。ファーラットがバトルアックス装備してんの笑っちまうんだけど。鋼のムチ、ムチか、スミス装備できるね、すげえ。スミス使いなの、マジで超面白くない。まあちょっと一旦買えないから、ちょっと防具は欲しいっちゃ欲しいね。この城の王がこの辺りを治めているんだよって。王も立派な人だけど、何より兵士たちの強さが国を支えているのさ。なるほど、こっちは防具屋だ。ちょっといいものを装備してはいきたい。銀の胸当て121、青さんもまあまあ、ミレイユ踊り子、鉄の魔法の、いや来た、魔法の盾いいな。モコモンすげえな。
鉄仮面いつ死ぬかわからんごめんちゃいいつ死ぬかわからないからか、いや待った、ちょっと待って、売りに来た、なんか売れるのないかな、ちょっと売ろう。夢見のしとんがり帽子、帽子はいらないんじゃないか、いるかな、とんがり帽子52ゴールド、いいんじゃない、え売っていいよかったのかな、ちょっと他に、死ぬの嫌だからちょっとお金なくなるの嫌じゃんお金なくなるのちょっと嫌だから、ただの布切れ、チェーンクロスが1000ぐらい言ってくれて助かるんだけどな、チェーンクロスいいね、よしありがとうございます、これで心置きなく死ねるこれでもう大丈夫です。魔法の盾だけは欲しい、ハッサンも装備できるのか、青さん OK です、これで魔法的の敵にはいいと、もう一個ぐらい欲しいね、 2,3 個欲しいね、まあいいや行こう。お前盾腕を見てきたものか、そうです、今日は忙しい日だなって、体がもたんなこれでは、しかしそれも我が務め、お前がつうわ来た、危ねえ危ねえ、よし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 、危ねえ、あさあ出た、なんだっけ、鉄鋼魔人かなんかの名前なんじゃないこれ、多分そうなんだよね、タクトにいます、タクトに、さあ行きましょう、ガンガン行こうぜ、でいけるっしょ、さあ行きます、特技かまいたーち、入んのかな、55、メラミの方が強いかな、強っ、ただね AI っていうのはね頭がいいっていうかずっこいんですよ、あれやってね攻撃来た後に火力ってありえないでしょ、だって手動だったらありえないやつなんだ、あれずるいよな、考えたらあれずるいよな、 AI ずるすぎだろあ一緒だ、かまいたちと一緒だ、さあ出た、ひろたまパーティー、バギーマン、チャモロはメラミ覚えてないのかな、あ覚えてないのかもしれない、チャモロちょっとメラミだけ覚えてこようか、それだったらだってかまいたちのよくない、みんなかまいたち覚えさせようぜ、メラミパーティーよりもコスパいいんだろうな多分、バギマやばい、メラミ覚えてないわ、メラミ、チャモのメラミ覚えさせよう一回、どっかこの後に、ごめんなんか風邪じゃないんだけどなんか喉がイガイガする、特技かまいたち、いいね、ハッサンはでも多分 AI でやると多分ま、あなんだっけ、聖剣好きって外れないんじゃない、わかんないけどなんかありそうじゃね、外れなかった、どうなんだろう、そうだありそうじゃない、51、すーこー、1素晴らしいね、素晴らしいね、奇跡のような1だったね、強いわ、むちゃくちゃ強いんだけど、ベラミかまいたちでも大丈夫、痛恨、あれ今んとこまさか痛恨しか来てない、これ終わんじゃない、25、32、悲しい、26、強いね、カメたち今んとこベホイミ覚えたから、ちょっとねモンスター集めしてたから、さあ来た、310ポイント、バーバル14、あと多分スミスがレベル上がると思う、マホトラ、スミスは本意の呪文を覚えた、オッケー、ありがとう、スミスレベル5か、ちょっとチャモロメラミ覚えさせよう、なるほど強いなお前は、よかろう通りがいい、待って、ってことは何なの、あの魔物たちにみんなあれか、メラミ覚えさせられたかいいじゃないですか、素晴らしいじゃないですか、めちゃくちゃ面白いな、はっはっは、やるなお前、これはまだ俺の出番が来るかもしれんな、はっはっは、なんか言ってる、なんか言うてる、なんか言ってる、あんた青い服を着たイケイツかない感じの剣士に嫉妬か、テリーのイケメンすげえ強かったで、ブラスト団長も負けたなんて今で、あいつそんな強かったっけ、あいつそんな、ま、お姉ちゃん大好きの、あの私この城の人たちとても大好き、訓練をたくさんするからいつもお腹空かせてご飯いっぱい食べてくれるの、それはね恋だよお姉ちゃん恋だよ、僕のおっさんすごい強いんだ、お城の兵隊の中で一番、あ負けちゃったんだ、きっとなんかあったんだよ、目にゴミが入ったとか靴に画鋲が入ってたりとか、なるほど、この子が世界一の剣豪になるのはまた別のお話でテリー
テリーに復讐するためにテリーを超えると言ってこの子が世界一の剣豪になるのはまた別のお話でございます。皆さんちょっと番外編がありました。多分あんな強い大兵団長でも倒せない魔物がいるなんて、そんなものもしこの人ならと、あわわわわ、なんかあるね、なんか言うてますね、なんか言うてますね。あ、後ろだ。この後ろに陸地あたりで棺桶を引きずったかっこ、あれあれ何が入ってんの、考えたけどあれ何、あ、ごめん忘れてんだけど、スライムの服ゲット、スライムの服ゲットだって。それはもうスライムに装備させてあげよう。うちのスラリン渡す。スラリン50、何気に強いな。あの棺桶って何が入ってんだっけ、あれ分からん、なんだなんだろう、あれあれ俺どこ行くんだろう、あれ見回りも退屈だなと言うておる。これは何な、な、な、何が、あ、あ、あ、それは神の裁きか、来航の、来航の騎士、来航の騎士、テリーってそっち、そんなんだったっけ。あ、なんかいる、じいさんがいる。これはなんか見て回った、おおここだわな、これ当たった意味あんのかな、待った、うんうん寝てる、うなされてるのかな、うなされてるなら起こしてあげればいい。あの剣士も本気で切り替わってやがってすいませんすいませんすいません、いずれ来るテリーさんがちょっとやらかしたみたいで、ほとんどの兵士が外へ守る隊に出て行って、城内にはそんなに残っていないんだ。まあ、え、兵団長と俺っちの二人がいるから平気だけどな。なるほど、ちょ待って、武器の手入れを怠らないこと、外に出た、ここに出たってことは右の方に何か、あの、なんかあるな、多分あるね、間違いないんじゃない、多分あっちに何かあるんじゃないんだろうかって思います。さあ逆行こう、多分これ話したら多分連行されるから強制イベント的な。あーいい風じゃん、お主もたまにはこうやってお日様と引くと風に当たると腐ってしまうぞ。なるほど、分かっている。さてと、鍵が魔法の鍵だな、多分これ魔法の鍵だよね、魔法の鍵だ。どこで手に入るんじゃ、小さなメダルゲット、ないね。え？え？開けたのにない。ここにさっきの上から見たさ、じいさんが多分いたような、逆かい。待った、ここなんか上なんかあんのかな、あれなんかあるよね、あれなんだろう。下に行くと、ここ覚えとこう、なんかまあまあなんか武器かなんかだと思うんだけどね、なんやろか。さあ異常なし、これなんだ、ここはな全然覚えてないんだけど、あ、なんかいる、かかっている、お前腹減った飯くれ、多分あそこの中に小さなメダルが入っているんだよね、そうだよね、多分ね、多分そうなんだ、多分そういうことだろう、俺には分かっておる。いきます、我がはこの先におられる、だがその前に私の手合わせ、またまた、ちょっと待って、満タン、またやんの、まさかさっきのやつが2人出てくんの、マジかよ。そう考えるとあれなのか、私の手合わせお願いできるか、はい、ってことはあれなのかな、待って、まあいいや。うわ、2匹だ、スコッティとホリディちょっとえらい陽気な名前、まあどうしよっかな、まあまあ多分いけんじゃないかな、かまいたーちね、オッケー、行こう、強いから67、さっきよりダメージ入るからいいんじゃない、82、あ、さっきの方が多分強いわ、すげえ、テリーさんこれ一人で戦ってるのやばくない、やばい、さすがテリーさん、さすが神谷さん、違うね神谷さん後か。34、特技足払い、いや亀たち、いいわ、チャモロにメラミがないのがちょっと残念だね、せっかく、あれチャモロメラミ覚えてなかったっけな、あとちょっと見てみよう、あとで、いや覚えてないわ、多分チャモロめちゃくちゃ強くないか、めちゃくちゃ強くないか、メラミかばった、お前ら同じ顔してかばうのかなんでかばうんだ、どう考えても同じ職業のような気がするんだが、なんでだろうか、あれなのかな、勝てないと踏んじるからお前だけでもみたいな、捨て身捨て身
なんだっけ、ハッサンが一回捨て身使って死にかけたの何だったっけ。なんかあったよね、あれ何だったっけな、忘れちった。捨て身、多分ダメージもうめちゃめちゃ食らうんだと思うの。あれ多分バーサク状態的な感じで攻撃力アップだけど受けるダメージもすげえ上がるとか、多分そういう、すげえルカーランめちゃくちゃ使ってくんじゃん。嘘じゃろ、なんかちょっとさ DS 版より強くね。ねえ全然圧倒的に強くない。やめて、ハッチ、あ、うそ、やべえ死んだ。チャモロ聞き聞かせザオラ、バギーマガンガン行こうずにしてる俺が悪いのか。55、一匹ちょっと殺してからさ、一匹ちょっと葬ってからやりません。それならやばい、カバ、いやーかわした。嘘じゃろ、メラミ頼む、左お願いお願い、カバーう、またカバーのか、これ何なんだろうねこいつら。ルカーナ、やばい、ちょっと行き荒らせるか、入れ替え。まさかのつえ、こんな2回戦ありました、こんな2回戦ありましたっけ。その前に特技、まあ倒した方がいいのでいいでしょう。で呪文でメラミもいいでしょう。さあそして呪文でザオラル、オッケー、ナイス、終わらんな、生き返らなかった。おお、これで終わってくれよ、終わる、終わる、よし、よいよいよいしょ、悪くない悪くない、うわ強い、めちゃめちゃ強いやないか。ベホイミ、ベホイミしか、待った、違う、ゲントの杖誰が持ってた。オッケー、ナイス、よかった、ミレイユね、ミレイユが防御ね、防御しとこう。で持って、いや経験値入らないの嫌だから、まあ、いっか別にいっか別にって言うなよいっかもういっか、いやし、やばい、ほらそんなこと言ってるとそういうことになるんじゃよ。メラミ、メラミ、オッケー、もういいやもういいや、もういいや、いいよいいよ、あのテリーさんもあれだから、テリーさんもほら看護引いたから、いいよ、ペアロックみたいなもんじゃない俺らも引こう、俺らも引こう。77、終わらない、強くない、めちゃくちゃ強いんだけど、これビビっただろうねこれ初めてだけど、なんでこんな強いんだよ。やっぱシックスって強いよな。ちょっとね DS 版でもちょっとね思ってたの、なんか若干強いなっていうのはあった。 DS 版でも強いから、こっちもっと強くない。メラミいいんだろうかこれ。90、いや強いもん、108、ミレイユ死んでんだけど、あれ食らったら、いや死ぬ、死なない、いや待った違う、 MP なくなってきた、やべえ、ガチだ、ガチじゃん、強すぎやしませんか、パジェル君。うわ終わらん、うっそん、いや待った、やめよう、行こう。うわちょっと待って、86、マジで、もうめちゃくちゃ強いんだけど、嘘でしょ、さすが強いやつしかいないんだろうな多分、ここ、この国。おテリー、これのあれろ、団長みたいなリヴァイさん的なやつに勝ったら強くね、テリー強え。89、終わった、よっしゃー、ね、これやば、もうめちゃめちゃ強いんだけど、おー、カオケ2人、グク強いな、お前たち、いや、死んどるやないか、死んどんねん、こっち。さあ、王に会いに行くがよい、このままで、かんてだよ、嘘だろ、イベントなんだから生き返らせてくれよ。これこの兵団長、ブラストというものだ、よく覚えておくがいい。まずは王に話しよう、我が夫、今ブラスト、我が夫は今ブラスト以上の強い選手を求めています。あなた方はそうだといいのですが、よく来た民のものよ、まずは城の兵をけしかけたこと、そなたたちに謝っておこう。なんかいいね、後ろあれなんだろう、部屋でもあんのかな。わしは今力あるもの求めて、それはなぜか、そう、旅人の洞窟を救う魔物を倒すためだ。あの魔物は強大だが、我が兵とブラストの力を倒せるとわしは思っていた。だがどうしていうか、兵は全滅し、ブラストも深手を追って戻ってきた。なるほど、深手を追ってたんですよ、言うても。他国よりも強いものを求めることにしたのだ。もうね、恥も何もないってことね。そのたちに洞窟に救う魔物退治に向かってもらいたいが、その場にもう一勝負しても、また、はい、
ちょっと待って、彼に勝てないの、勝てない、ちょっと待って、逃げるしかない、一旦逃げます。逃げれた、やった、逃げれる、なんだ逃げれた、よかった、逃げれた。なんだここめちゃくちゃ強いじゃんこの国、こいつをやった魔の者も相当やべえやつだな。じゃあちょっと神父さんおなしゃっす。え、お金がないような気がするお金が若干ないんじゃねっていう、生き返らせる、お願いします。さあチャモールです。わあ2人無理ね、大丈夫です、ザオラールという爆地魔法があるから大丈夫です、大丈夫です、蘇った、大丈夫、いけるじゃろう。さあ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 、でもってまず満タン、満タンでザオラール入れてくれるともう超いいんだけど。さあ呪文でミレイユベホイミじゃなく、ちょっとさ一個 やりたいことがあるんだけど、一個いい、ザオラル、ちょまだ時間あるじゃん、あるから、ちょ一個やりたいことあるんだけど、いい、ちょ待って何がちょっと待ってほしい、ちょ待って、兵士と戦うんだよね、間違いなく戦うんだよね、よしちょっと一個やりたい、ちょっと待って、みんな見てる方ちょっと待って、 なんでちょっと待ってください。ダーマの神殿行ってチャモロがもう分かりましたね、さっきちょっと言ったと思うんで、まだ大丈夫です、時間はあります、行こう、でもってよし行こう、行きます。チャモロでもここら辺じゃでも上がらないと思うんだよな、上がんないよね、よいしょ、 OK 行きます、いいでしょう。でチャモロが今、チャモロって何なの、僧侶なのか、なるほど、ベホイミはでも覚えてるから魔法使いにして、はい、オッケー。ちょ待った、全員さ、まあいいや別にしよう、いや全員魔法使いにしようかなよし全員ちょっと、よし、あいつたちと、いや待った、いやそれはまたやろ、それまた別の機会の生放送で遊んどくわ、それで別の機会の、でも上ってどっか、これってどっか強いとこ、こっちで強いとこってあんのかな、地底魔女、ああいうことないもんな、多分こ今ここじゃ多分上がらんよね、上がんのかな、いやここは上がらんわ、多分一旦出なきゃいけない、一旦出てメラミ覚えたいじゃん、メラミ覚えてから、これめんどくさいね、この行き来だけが DS 版、あのね、生放送で教えてもらったけど、これ DS 版だけなんだって、あのなんだっけ、ルーラーで上と下選べるじゃん、あれってね DS 版だけらしいよ、あれめちゃめちゃ便利だったんだけどね。さっきのところにもう一回行って、で呪文でモンストル行って今宵もモンストル行くかなまたモンストルでも行こうか、にゃち行って、大丈夫で、ここで一回倒せば多分覚えるはずなんだよ、チャモロさんがね、ここにねホイインスナイパーがいるんだよ、それをやりたいっちゃやりたいんだけど、66 50 46、いいね、終わり、強いな、ちょっと特技強いよな、めちゃくちゃ強いな、いいよ。さあメラミラリホイブタいいだろう、さあ戻ろうこれだけのために戻ってきたから、よし、ありがとうございました。魔法使いでこのままいけばいいか、だって呪文で多分ベホイミ覚えてるもんね、あこれでいいや、行くか、これで今、あれこっちだったっけ、こっちでいいわ、このままでいいや、ルーラアークボルト、ベホイミ覚えてるからこのままでいいんじゃないか、それだったらね、そういうこっちゃ、よっしゃ、その兵士長とやらをぶちのめし行こうとか言いながら、ね、イベントなかったしてなんかあるからな、たまにそういうオチ俺あるからな、160 OK 止まろう、これで大丈夫大丈夫でございます。さあ行きましょう、行きましょう、さあ上がっていって、
いいですね。動画の最後のクライマックスにうってつけの今から戦いが始まります。行きましょう。強いんだか弱いんだかちょっと分かりませんが、多分強いんだろうな。これさ、ちょっとレベル上がったからちょうどいいけどさ、これレベル上がらなかったら結構強いよね。さあ兵士長、まずはお前らに聞いておこう。青さんというのか、ここは剣を振り回すわけにはいかないからな。え、ここでダメなの？めちゃめちゃ開けてんのに。わあ、一緒に行くんだ。仲いいね、仲いいね。今どこって言ってた、ボタン押しちゃった。どこ行ってた、西南、どこだ、どっちだった、こっちか。 OK、 ここだ。来たー。俺だってアークボルトの雷光の騎士と言われてる男。雷光、こっちか。いいか、よし大丈夫、魔法も覚えてきた、大丈夫。それではいざ尋常に勝負。なんでわざわざここのが危なくねえか。近いぞ。さあ来た、同じかい、同じかい。待った、チャモロが魔法使いになったことで MB がやたら低い。まずやっちまった。なーにーってやつだな。戦う、まあいいでしょう、かまいたち。まあでもガンガン行こうぜで案外いけんじゃねっていう。行きます、大丈夫です。頭いいからベホームかけてくれるから。ダメだな、サミダレ剣。うわ、おい全体攻撃か、おいめちゃくちゃ強いじゃん。おい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 、目回りが入らんぞ。やぶねえ、ちょっと待ってほしい、作戦外。さあ急遽作戦外です。さあガチでいきましょう。ガチで。さあそして呪文は何もないんだよね。あ、おっさんではなく三河刺客、なんだこれ。かまいたち聖剣の時どっちが強いだろう。さあそして呪文ね、恨みではない。スクルト来た、そうだスクルト覚えてたんだ。でほ意味をどうしようかな。いや待って、マヌサない、ないね。スカララリホないな、案外寝る説はない、さすがに寝ないか。自分回復しよう、ルカに落ちた、ナイスよ。120よ、やめて、よし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 。スクルトあったらもうこっち、ビビった、やばい。もうスクルトあったらこっちのもんじゃね。さあ聖剣好きだ、スクルトあったらもう十分っしょ。ベホイミミレイ、いいよ、多分2回でしょ、やめて。うー、怖え、死んでたんじゃない、スクルトなかったらこれ死んでたな、死んでたな。避けられていく、避けられていく。もう多分3発目はないと思うんだこれ、ないっしょ。さあでもってもう一回スクルト、スクルトまだ入るから多分。でベホイミを発散、 OK、 いいよいいよ。1下げた、もう無理だね、避けられる。スクルトはガンガン上げれると思う多分。誰け、いいね、よしよし、危ねえ危ねえ、これスクルトなかったら死んでたな、危ない。さあ、でもって道具でゲントのをチャモロで、特技でもうやめよう。どうしよう、セキュリティ外れすぎじゃね、外れすぎじゃね、ちょっと誰回復しよう、もう一回ちょっといいや。で呪文でベホイミを、青さん OK、 よしいいでしょ。やばい、まだ増えていくね、一応増えていくんだね。146いいダメだ、いいよいいよいいよ、よし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 。こっからもうルカに入らないから、青さんはメラミ。さあそして聖剣好き呪文で作るとまだ、もうまだ行く、もうメラミでいいじゃん、もうメラミ、こメラミ、よし行くよ、メラミ、覚えたての女神いかがでしょうか、お願いします。青さんのメラミと魔法使いのメラミがどんだけ違うか、変わらんのかい。いや、かわ、うわ、当たらん、24、ガンガン上がってんだけど、よしよ、17、いいね、素晴らしいね、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか、かまいたちにすっか、特技、世間ズッキー、さあ、もう一回スキル、どんだけ硬くなるんだろう、バッキー、待って、ベホイミを己にかけていきましょうか、なんか、何ターンで切れたとか出ないよね、これ、守備力、だんだん上がっていくんだけど。
25。避けられる。見て、10だぜ、10だぜ。もう怖いもんなくない？怖くねえわ、もう。これちょっとこっからさ、もう作戦外でガンガン行こうぜでいけると思う。見て、見といて。いくよ。もう大丈夫っしょ。もう問題ないっしょ。やめて。ルカナ、下げられた。され、バレた。頭いいぞ、あいつ。34。かまいたちでいいな。もう、聖剣付けやめよ。33。3で持って、もう1回ぐらい。もう1回ぐらいいける。46。いいよ。15。やめて。いや、もう避けられていくのどうにかな。もうめちゃくちゃ強えんだけど。よう勝ったな、これ、テリー。恐ろしくないか？やばい。やばい。あ、やばい。ちょっと待った。調子に乗った。ナイス。いいよ。74。49。いいよ。通常攻撃が強いな。通常攻撃が強いな。待って。危ない。ちょっと待った。イカズチの杖。いや違う、余計なこと。違う、その杖じゃない。いや、ゲントの杖だったのに、間違えちった。俺バカなことした。調子乗った。33。ルカナ、いいよいいよ。まあまあ、よしよし。あっぶねー。危ない。74。いいよ。作戦外、すいませんでした。調子に乗りました。改めてお詫びさせていただきます。すいませんでした。ゲントの杖を見れよ。いや、もうでも清潔地当たんないもんだって。スクルト、いいよ。で、呪文で、どうしようかな。なんか、普通の攻撃でも全然入ったと思うんだけど。いきます。132、いいよ。もう、もう、ミレイ、待って。よし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 。ミレイはもう、スクルトずっとやるか。28。やめて、18。いいよ。チャモロ狙われている。はい、はい。いや、待った。はい。で、持ってスクルト、はい。で、自分を、ベホイミ。回復。いや、もうどの攻撃してもいいような気がするんだけどな。48。もう終わんじゃね。作ると必要までに。うわー、当たんねえな。当たらんねえ。やばい。チャモロ、チャモロさん、お待ちかよ。特技聖剣好き。当たん。もうやめよっか。聖剣好き、やめるタイミングがわからん。聖剣好きのベホイミ青さん、やめるタイミングがわからんね。49。いいダメージだ。ルカナ。まあまあいいでしょ。これいいんだ。これ2回攻撃だったらやばくない？もうやめるわ、もう。ハッサン、ハッサン、ハッサン普通に攻撃した方がいいんじゃね？俺ら普通に攻撃した方がいいんじゃね？思わない？呪文。さあどうしましょうか。スクルト。いや、マヌーサ入れようか。マヌーサ。案外マヌーサ入んじゃねっていう。メーラミ、オッケー。いきます。49、47、75。もうこれの方がよく良い。追加ダメージとかあったの？知らなかった。入った。入んじゃね、案外。効かないか。さすがに、やめて。さすがにこっちの方がいいじゃん。何やってんのこれ。何や、ヒャド。案外ヒャドが入ったりして。なんや、メラミだな。で、呪文で、あ、いや待って、やばい、失敗した。回復入れの忘れた。まあいいや。49。いや、強いね。強くない？66からの追加だ。いや、こっちの方が全然いいじゃん。いや、でもただちょっと強い。青さん、ちょっと待って。死ぬ。チャモロが死ぬ。チャモロが。チャモロが。なんかさっきから先制攻撃されてません？ずっと。メラミ。メラミでいいのかな？いや、メラミでいいや。いいよ、ナイス。メラミが効かない。ここに来て、28。まさかメラミ対策されるとは。本当だよね。14。追加ダメで死ぬ。ちゅちゅちゅ。案外これ全員攻撃でも結構ダメージ入んじゃない？案外。全然、全然入んじゃん。24。よーっしゃー。よーしよしよしよし。よし、スラリンがレベル上がりました。ありがとうございました。長くなっちゃった。さあ、スミスもレベル上がりました。いつかこいつらを育てる日が来るんだな、俺も。さあ、来た。来ました。勝負あり。勝負青さんである。なんてことは、この俺がまた負けちまうとは。4人だわな、俺ら。おや、この試合私の負けでございます。強かった。めちゃくちゃ強いんだけど、これ99の青さんより強いんじゃないか。
アホさんはソナタの力十分に見せてもらった。その力本物である。ソナタには魔物を倒すこともできようぞ。旅立ちの前に渡さなくてはならぬものがある。玉座まで来てほしい。ブラストも心であった。もう下がってよいぞ。はは、すげえ演出細かい。一旦下がった感じが。みんなどっか行くんだ。玉座の間に戻ってこいって。さあということで、いや強かった、危なかったね。ということで今回この辺で終わりたいなと思います。よろしくチャンネル登録、高評価などもお願いします。それでは皆さん、バイバイ。